はい、アップライトピアノの展示場に来ております。ちょっとね、アップライトのピアノ今すごく、整備中のもの、出荷前の整備中のものがちょっとひしめき合っているんですけども、こういうワグナーというね、木目の美しいピアノがねございますね。はい、足がこういうふうな感じのね猫足になっておりますね。で、このピアノはもう出荷の方決まっておりまして、これも決まっておりますね。大橋ピアノがここ3台並んでまして、その奥にもあるんですけども、こういう色の大橋ピアノですね、珍しいですよね。それからオーソドックスな大橋ピアノ、これはよくね見かけるんじゃないかなと思いますね。それからこれはちょっと先ほどのと違って、こう外に行くに従ってこうグラデーションというか暗くなるような感じの仕上げにしてます、大橋ピアノ。裏に回りまして、これは濃いマホガニー色の大橋ピアノですけども、これは現在整備中という形になっております。それからワグナー、これレンタルピアノにしておりますね。で、戻りまして、スタインリッヒ。はい、このピアノは、猫足が美しくて、こうね、蓋が閉まって、上に、譜面台がつくタイプになりますね。デザインが美しいですね。色もね、こうグラデーション入って綺麗ですね。それからフローラ。これもピアノはね、象牙がついておりますよ。鍵盤象牙になっておりますね。マホガニーの艶のあるタイプで美しい色がついております。足はね、まっすぐの足になってますね。弦を交換しておりますので、中古のピアノね、心配される方多いんですけども、50年ぐらいはそのまま使っていただけるかなという感じですね。これはロレックス、これもね、マホガニーの綺麗な、ワインレッドのタイプですね。中古の市場ではロレックスって言ったらね、有名ですけど、時計のメーカーではないんですよ。はい、アップライトの方こういう形になっておりますね。で、あとグランドの展示場の方に、2機種、グランフィールがついたものがね、置いてますので、それも続けて今から撮影させていただこうと思います。はい、グランドピアノの展示場の方にはグランフィールのピアノが2機種置いております。これはヤマハの U1A ですけどもね、グランフィールがついておりまして、こういうね、鍵盤の蓋がねこうゆっくり閉まるようなセーフティー機能もつけておりますね。ちょっとね触ってますので手の肩が言ってましたけども、出荷前には綺麗に、もう一回磨きはかけますので大丈夫ですので。それからアポロのこれね 3S アクション、スライドソフトシステムというね機能がついてまして、左のペダルを踏むと、鍵盤もアクションもねスライドするタイプになっておりますね。まあこれに、グランフィールをつけてますので、アップライトでは一番グランドピアノに近いという位置づけで大丈夫なんかなと思いますね。はい、アップライトの方続々と整備の方進んでおりますので、入れ替わり激しいですけども、年末年始、ご来店、考えておられる方、年末のボーナスでねピアノを買おうかなと思っておられる方も、ご相談いただければと思います。